24歳女性です。専門学校卒業後、4年間とある会社で勤めました。その会社でセクハラ、など言われてました。会社に告発後、会社がその上司をかばう発言をしたので辞めました。転職した会社で人生をリセットしようと思っていますが、トラウマで人を信用できなくなったり、男性が怖くなってます。前向きに切り替える良い方法あれば教えてくださいってことなんですが、まずですね、トラウマというか、そういう状況になってたら無理しなくていいと思いますよ。これは。うん。無理して人を信じたりとか、頑張ろうってする必要は全くないと思うので、もう別に男性不信の状態でも仕事はできると思うんで、それでも全然いいと思いますけどね、無理をする必要は全くないと思います。で、もしトラウマレベルのことを解消したいと思うんだったら、例えばトラウマの対処みたいな本とかいっぱいありますんで、こういうマインドフルネス実践講義、マインドフルネス段階的トラウマセラピーとか、こういう本でもあってもいいし、むしろ告発ちゃんとできてる時点ですごいと思うので、徐々にでいいと思いますけどね。あとは、結局ね、何が問題になるかっていうと、嫌なことがあると、全部それに当てはまっちゃうんですよ。その、男性イコール、自分にセクハラする人っていう、その、変な等式ができちゃってるんで、これをちょっとずつ崩していく必要があると思うんで、じゃあ男性はみんなセクハラするかというと、そういうわけじゃないよね。いい人もいるし、こういう人もいるし、まあ、逆にね、そういうセクハラから助けてくる人もいるよねっていうふうに、こう自分の中にできてしまった歪んだ思考を直していくっていうのが、結構重要だと思うので、はい。例外を探しまくるっていうのがいいやり方ですね。はい。自分が例えば男性はセクハラをするから怖いっていうイメージが強くあるんだったら、でもそうじゃない男もいるよね。例えばこうだよとか、自分が例えば何かのこう思い込みに取られてる場合っていうのは、でも例外あるのね。例えばホニャララって文章を最後につけるんですよ。わあ、男性怖いな、なんか取引先の人なんかちょっと怖いなって、男性ホルモンなんか高めそうだしって思ったら、でも男性ホルモン高い人の中にも優しい人はいるよねとか、でも男性ホルモン高めの人でもゲイとかもいるし、みたいな、女に興味の人もいるし、みたいな風にですね、こう、必ず後ろに例外をつけるんですよ。はい。こうやってやっていくとだんだん歪みが直せるので、はい。そういうやり方はおすすめかもしれません。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。